皆さんこんにちは、すぐるです。今日は僕の秋学期の履修科目についてお話していきます。今から数分間、日本の外交史に始まり、キリスト教、簿記、ジャパニーズポップカルチャー、言語学、そして国際関係学にまで広がる様々な面白い授業について紹介していきます。国際学部とは一体何を学ぶ学部なのか、それを共有できたらいいなと思います。それでは早速話していきます。おはようございます。火曜一元は朝からデカ盛りカツ丼いただきます。日本の戦前外交史を学びます。早速胃もたれしそうですが、これは歴史の奥深さを知る絶好の機会です。第二次世界大戦前までの日本の外交の裏側が舞台です。それだけでも非常に面白い響き。日本はどうやって強国と渡り合ってきたのか、外交交渉のドラマに触れながら国際関係の鍵を解き明かします。歴史を学ぶのはシンプルに楽しいです。火曜二元はキリスト教学です。漢学といえばキリスト教ですね。宗教は文化と歴史に深く関わっています。今世界には23億人のキリスト教の信者がいて、キリスト教の理念や影響を学ぶことは世界を理解することの手がかりになると僕は思っています。何より聖書は世界で最も売れている書物の一つ。そのストーリーの一端に触れないのはもったいないですよね。火曜三元はみんな大好きお金の話です。ただ簿記基礎はそうでもないようです。簿記は会計学の基礎で、企業の財務諸表の作り方を学ぶ勉強です。まあ簡単に言えば企業のお金の流れを学びます。僕は国際会計を専門にするつもりで、簿記を頑張ることが今の目標です。僕は簿記を学んだおかげで企業の仕組みが少しだけ理解できるようになりました。そして火曜予言、癒しのジャパニーズポップカルチャーです。この授業では日本のアニメ、漫画、映画、音楽、そして若さの秘訣など、日本のカラフルな文化の一端を探求します。日本のアニメ文化はそんなにもクリエイティブなんだ。そんな一面を改めて知ることができる絶好の機会です。ちょっと疲れたんで一旦休憩です。火曜はね、僕唯一バイトがないんで、放課後友達とご飯食べに行ったりして、大学生っていうのを実感できる唯一の曜日ですね。ありがたい限りです。では続きやっていきましょう。皆さんおはようございます。水曜一元は人間を人間たらしめる概念の勉強時間です。つまりは言語、応用言語学基礎の授業では言語の効果的な学び方を学びます。しかしことはもっと複雑です。言語を取り巻く環境は人類の歩みの歴史そのものだからです。異文化理解、脳科学、コミュニケーション、社会学、倫理学など幅広い視点から言語を見つめます。毎週の課題はかなり多いですが、ディスカッション中心の授業は楽しくて仕方がないです。そして水曜三元は国際地域理解入門。この授業は学問を知るための授業です。学問のメニュー表とでも言いましょうか。週替わりで違う教授の話を聞きます。教授は自身の専門分野についてその学問の全体像を教えてくれます。授業最後に行われるテストに毎度毎度寿命を削られています。そして水曜の放課後、バイトまで時間があるんで、僕は一人でこっそりこってりラーメンを食べに行きます。一人で食べるこってりラーメンは本当に至福の時間ですよね。木曜日は2限目から始まります。 Project Based Seminar in English。これはさすがに楽しいです。学問というよりは英語スキルを伸ばすための授業です。国際問題や異文化理解をテーマにアメリカの大学生とオンラインでコラボします。4回ほどズームミーティングを行い、ディスカッションや意見交換がメインの授業でした。あとは動画撮影やポッドキャスト、プレゼンテーションの発表などたくさんあって非常に楽しいです。その代わり大変です。Thank you so much and goodbye。さあ、いよいよ最後です。目標予言は国際関係学基礎ですが、非常に難しい授業です。僕の秋学期は国際関係学一色でした。来る日も来る日も読んでばかり、リアリズムの父であるエドワード・カーの著書、危機の20年とひたすらにらめっこをする日々でした。国際関係学の授業では主に強国の行動原理と動機を理想主義と現実主義2つの側面から分析していきます。ディスカッション中心の授業はかなり刺激的で、非常に成長力をかきたてられました。
はい、以上が今学期僕が学んできたことです。あとはスペイン語の授業が週に2コマ、英語で論文寄りのエッセイの書き方を学ぶアカデミックイングリッシュの授業が2コマ、そして英語で企業の分析を行い、その分析をプレゼンで発表するキャリアイングリッシュの授業が2コマあります。これら授業はみんな個性豊かで非常に興味深いものばかりです。自分の興味に合わせて学べるのが非常に楽しいです。新しい発見や面白い出会いもたくさんありました。今後も様々な発見と学びをシェアしていきますので、ぜひ一緒に見てくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。